もし僕が溺れたらどうなりますか。私が助けます。自分のタイミングで入りますから。高梨、子供みたいなこと言わない。泳いでいて何か思い出した。怖いんです、思い出すのが。これは泳げない男と泳ぐことしかできない女の希望と再生の物語。私が必ず泳げるようにします。はい、泳げません。